じゃあ続けてここのステージもちょっとやっていこうと思います。スーパーヴィラン出現、無期懲役。今んとこまだ推奨戦闘力よりか上行ってるんで、ただこの推奨戦闘力本当に当てにならないもんですね。さっきのビジョン戦闘もう覚悟してかかるぞ俺は。あ、味方が結構いてくれる、助かる。さっきもうパン1だったからな、完全に1人だったからな。来た、俺はお前に踏みつぶされるアリなんかじゃないぞ、フューリー。俺はお前らよりマシな存在だ。全てが計画通りにはならなかったが、俺には計画を正す策がまだ残っている。あなたの仲間、あなたのことすっごい悪口言ってましたよ、陰口。その点についてどう思いますか。あ、脱獄しようとしてる。来たー、こいつはめんどいことになったぞ。これこいつは困った。これ終わったんじゃねえか、大丈夫か。これさすがに第3部噛んだわ、ここまで来たら。いや、ハンク・ピムと会話してるところじゃないわこれ。さあ来ました、何体いる、全部で18体か。あ、でもまあ大したことないわ、今んとこまだ大したことないっす。よかった、大したことない感じでよかった。来た、囚人番号 M90615、 宇宙人、もろ宇宙人だ。気をつけろ、こいつは危険だ、間違いなく危険。なんかウルトラマンの世界に出てきそうな、その名前してますけれども、 M78 星雲的な。よし、あーでも結構硬いな向こう。これ蹴りで終わるか、蹴り終わんないか、これで終わりか。よし、終わった。さあもう少しで終わります、あと少しで俺の人生も終わります。お、ここボス戦っぽいな、来た。お前らはか、でかっ。これは勝てないわ、こんなに大きく成長しちゃいました。スパイダーウェブで虫取りしたことあるけど、この大きさは初めてだって、ナイスジョーク、気分が和らいだわ。アンチコンバージウムは壊した、蜂に巣の戻る時間だと。噛んでるな、噛んでるぞ、大事なところ。ニック、二度と監獄に戻れないようにしてやるぜ。お前らとラフズ刑務所すべて、ま、こんなに大きかったら、ま、収監できないよな。このイエロージャケット収監するための刑務所つくの大変だわ。ちょっとニックとスパイダーマンなんとかしてもらおうか、これ。一旦。ちょ、動きを見たい。様子見たい。どういう動きをするのか。あ、やばい、近づいちゃった。近づいちゃった。え、これだけ？これだけなの？だったらこっから銃パチパチ撃ってれば。ちょっと待って、今戦ってる最終。戦ってる最中にフレンド申請送られてもちょっとね、あ、やばいやばいやばい。ここでメアド交換できない、ライン交換。イエロージャケット、でっかいイエロージャケット前にライン交換、ちょっときついっすね。え、これこっから遠くからさ、もうこれでいいじゃん。え、今食らった？あ、食らってる食らってる、やばい、マジか。マジか。棒立ちじゃダメなのか。さっきからスパイダーマン大丈夫か、さすがにじゃない。さすがにハンドクラップ2回ぐらい。こすりこすり食らってる。こすりこすりも食らってます。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。食らっちゃってる。食らっちゃってる。食らっちゃってる。これまずい。これまずいっす。これまずいっす。遠くまで行きましょうか。でもアンチあるだけ、マシかもな。その間、ニックとスパイダーマンが。なんかしてくれるから。よし、耐えてもらおうか。あー、こういう全体攻撃技もあるのか。うわー。全部食らってるわ、全部もろに食らってる。こいつらさすがヒーローだな、こんなもろに攻撃食らってすぐに立ち上がるもんな。やっぱヒーローって体頑丈じゃないと無理なんだろうな。あ、やばいやばい、危ない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 、よかった。やばいやばいやばい、このレーザー強いな。あ、やばいやばい、これ逃げろ。よし、ちゃんと逃げれた。危ない、これ食らっちゃうんだよな。で、これ腕こすりこすり、腕こすりこすりの後、ここ余韻ができます。やばいやばい、危なかった。スパイダーマン、ほんと大丈夫？大丈夫なんですか？ほんと、やばい。あ、でももう体力もうないよ、向こう。そこ尽きてるよ。イエロージャケットはビジョンより弱いぞ。
こいつ最後までかませ犬の可能性あるぞ。てかこのステージの立地が優しいわ。非常に優しいです。あと一発、あと一発、俺が決める最後。よし決めた。こいつ弱いな。けど見た目ちょっと好きなんだよな。こういうの仮面ライダーに出てきてもおかしくないもんな。あ、ちっちゃくなっちゃった。そういえば戦隊ものの悪人も最後大きくなるもんね。で最後爆発して爆散するんだけど、こいつは証拠にもなく、まだ生きてるわ。まだ生き残ってる。あそこまでボコボコにされる自分自身を見るのもしんどいな。しかしまあカルマかもしれないな。ちょっとかっこよく言うんじゃないよそこ。あ、お縄にできる。お縄頂戴できる。収監します。イエロージャケットがピム粒子を隠しているかもしれない。このエリアを隅々まで調べる必要があるな。もうぐっちゃぐちゃだ。こいつは参ったぜ。隅々までってどこまで探すんですか。こいつのポケットちょっと深すぎるんじゃない。いつも楽しいジョークありがとう。お、来た、ストレンジさん。驚くべき仕上がりな。お前らは何も完了してない。まだ始まったばかりです、まあ、確かにね、ここまだステージ1だからね。エリア1だからね。その発言は確かに正しいかもしれない。コンバースエンジンの潜在的な代替品を見つけたのかもしれない。ここでするのは話ではないな。安全な場所に移動するとしよう。さあ、おそらく次のステージがニュースタークシティ最後のミッションになると思います。宇宙レベルの脅威やっていこうと思うんだけど、その前にちょっとね、さっきニックからプレゼントボックスいただいて、それ開けたらバトルバッジ星5 2つ目手に入れました。はい、にんまりっていうところで、ね、戦闘力もゴリッと急に上がりました。54,000、やっと5万の大台乗れたんで、じゃあ早速やっていこうか。1万3000の猶予あったらさすがにこれいけるでしょ。余裕で満面の笑みのまま笑って終われるんじゃないかな。月が近いですね。ずいぶん、あ、え、ソモス。マジ来るの、ソモス。これ使えるようになったらとんでもないことになるね。いつか使えるようになるのかな、プレイヤーの方でも。絶対出てくるよね、ソモスは。あれか、それとも敵の方で来るか。ブリッツの方でとんでもない強さ秘めてくるんじゃないかな、間違いなく。ん？違うのか。わ、やってくるんじゃん、これ。こっちの世界に。これ異次元ワープ装置だからね。ワープ装置というか、なんていうんだろう、ワープゾーンみたいな、トワイライトゾーン的なやつ。必ず君の愛を手に入れてみせるよ。やあ、愚痴しか言わない科学者の諸君、全員をぶちのめす前にここで何か起こっているか誰か説明してくれないか。ミサエ、専門用語でも構わないぞ。私はお前らより何倍も頭いいからな。これぞアイアンマンっていう感じ。やっと来たね。やっとトニー・スタークが来たわ。ちょっと待って。この不安定な状態の中、エネルギーがほんの少し漏れるだけで全部終わるのよ。待ってやるが急ぐんだな。早く話さないと、そのくだらない理論をお前たちに試してやるからな。次元ポータルがカフカを起こしたぞ。なんかとんでもないことになったのかな。お前たちが悪巧みするずっと前から、この世界はもうコントロールできるレベルではなかった。うまい返しよ、ほんと座布団一枚。 AIM は科学でこの世界を救ったんだぞ。私たちはその科学からこの世界を救わなければならないの。急ぐわよ。みんなね、口が達者。ヒーローはね、腕だけじゃない。腕っぷしだけじゃない。弁論もしっかりしてるわ。これでも本当に来るのかな、サノス。やっぱみんな困ってるからね。サノス動きます、みたいな。そういう感じなんだろうな。ああ、来た。宇宙広い。サノス動きます。やばい。横になってほしいわ。サノス横になります。ついに動き始めた。次元超えてやってきちゃった。絶対そんなの聞かないわ。ほぼ最強だからね。ここならいいだろう。ベチコーン。やばい。あっという間に終わった。マジか。ここで戦うのか。残念だけど、パーティーはもう始まっているわ。うわー、来ちゃった。宇宙レベルの脅威。
突然レベル上がったのはグッとグイグイっと上がりましたね。まあ一応アイアンマンとマーベルいる、キャプテンマーベルいるから、おとりにしてもらおうか、おとりに使って彼らを。でなんとか俺は遠くからちまちま、なんとかこういうふうに、これでいくね。これどう、この感じどう。あ、やばい、攻撃してくるか。やっぱ攻撃してくるかな、プレイヤーに。あ、やばい、なんか移動速度減少、何これ。うわ、全体技、誰だよ、星5のアイテム手に入れたの。今のその報告いらないよ。おめでとう、おめでとう、頑張った。え、なんかもがいてる、なんかすごいもがいてた、2人もがく2人。それ俺は 遠目で見てる、遠巻きで。俺は遠巻きで佇んで見ることしかできないのか。動きが速いぞ。あれでもなんかいけるかもしれない、そんなに悪くないぞ。遠巻きで戦ってればなんとかなるんじゃないのかこれ。あ、来るか、やばいやばい、しっかり様子見よう、遠巻きから。で、近くの攻撃、ちょっと待って、サヤノスがコズミックエネルギー集中させてなんかやばいことやってます。これ第二形態来た、動き変わってくるか。今までの優しいサノスではなくなっ、そうでもないか、そうでもないかな。この瞬間移動攻撃やめてほしいな。近く、あと近距離攻撃したらもうすぐ逃げるわ俺。すぐダッシュで逃げます、スウェーで。危なかった、あ、やばい、また来た、また変なの来た、コズミックエネルギー。床、すっげえ頑丈だな。床全然壊れないもんな。頑丈だわ。しっかり作られてるわ、この研究所。やばいやばいやばい。感心してる、感心してる場合じゃないんだよ、床に。全然体力減ないんだけど、こいつ。あ、ムービー入った。これ途中で終わるパターンか？全然体力減ないもんな。実に残念だ。だが興味深い点もある。この次元、特別な何かが感じられる。興味津々である。とりあえず、お前たちを生かそう。だが、私の邪魔をするならば、まあ、邪魔っていうかさ、そっちからいきなり喧嘩吹っかけてきたっていうかさ。あ、帰ってた。ちょっと、ちゃちゃ入れたっていう感じかな。あ、猛毒戦うね、これ、間違いなく。来た。回復しといてよかったわ、やっぱり。もう、連戦、連戦だわ、今日。この愚かどももねえ、めえ。お前ら、よくも俺の実験を台無しにして、でもサノスに言ってくれ。サノスに言ってくれ、それは。来た。ガチ切れしてるもんな。どうだろう、また遠巻きからちょっと佇んで攻撃してみようか。俺は。あー、サノスよりやっぱり、柔らかいわ。猛毒柔らかいわ、これは。これいけるぞ、これ勝てる、これ勝てる。ステルス技使います。よし、いくぞ、ヘブレスキックからのビリビリフップスウェー。あー、溶ける溶ける溶けるな、これよ、このトケトケ求め、トケトケを求めてんの俺は。トケトケの実の能力者です。なんならここまで来たら申し訳ないけど。あー、いいいい感じに溶ける。これよ、これ、五郎さん的に言うならこれこれ、この味、この味を求めてんの。さあ、ここでいこうか。あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って待って、なんか気づいたらやばい、気づいたらやばい、気づいたらやばい。あれ、なんか俺とんでもない攻撃食らったわ。やっぱこれは一旦ぐる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 します、ハムハムします、回転しながら回復します。一旦なんかさ、急に本気出して始めてくるからさ、それはちょっと違うよね。やっぱあれかな、冗談通じないか、冗談通じないタイプか、モードック、そういう感じか。あ、今ならいけるか、さっきまで俺、あ、これ今いける、これ今いける、なんか今頭突っ込んでたなって言って、これでさっき調子こいて、ま、ガンガン前に攻めて殴ってたらなんかとんでもないことになったんで、ちょっとこれ様子見ます。遠巻きからフックで、引っ掛けて。あ、やばい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 。あ、でももう体力1だ。体力あと1本。体力あと1本。これどう？いや、でも体力的に相当やばいな。え、待って待って待って。あ、レーザーか。レーザーが強いんだ。
レーザーすっごい強いわ。なんかね、画面っていうかもうフィールドの端々にこうレーザー飛び交ってると思うんだけど、あ、このレーザーすごい強い。これこれこれ、場内走り回ってても逃げ場ないわ。これ逃げ場ないんだ。そっか、そういうことか。来た来た、今だ、今しかない。このフィールドの端々になんかレーザービームがあって、それ食らうとゴリッゴリ減るわ。なるほどね。説明するチャンスをあげるわ、モードク。納得がいく理由を話しなさいよ。それは無理です。やっぱりだ。お前は自分自身を天才だと言ってるが、そうでないことは分かっていた。いいだろう、そんなに知りたければ話しやる。宇宙が崩壊しているのだ。どういうことこれ。コンバージェンス、まあ知ってるぞ。それにそれは私たちの仕事だしな。今のコンバージェンスはほんの一部にすぎ。何、ヒーロー界よりも情報を得てるの、ヴィラン界は。